レポーターの久川が現場からお送りしております。今ですね、赤子が犬わしに食べられようとしています。これは困ったことです。やえ、戸川誠治、赤子をぶっ殺し、人類の夢も希望も奪ってしまうのだ。そこまでだ、宇宙人。今現場にですね、家電ヒーローらしき人物が現れました。誰でしょう、こいつは。私の名前はパトロール星人だと。いやどうだ。現場からお伝えしております。今ですね、犬足なる人物がパトロール星人なる謎の家電ヒーローにやっつけられました。しかし、よく見てください皆さん、これを、この惨状を。このようなことがあって本当によろしいんでしょうか。パトロール星人さん、赤子を踏み殺してしまいましたけれども、これでよろしかったんでしょうか。そうだね。本当はこのようなことはあってはならないんだが、これもこれ以上の被害を食い止めるにあたっては仕方がなかったのかもしれない。いや、本当にこの赤子の親には申し訳ないと思っているよ、などといった供述をパトロール星人はしておりますが、皆さん、このようなことがあってよろしいのでしょうか。果たしてこれで彼らは家電ヒーローはヒーローと言って差し支えないものなのでしょうか。お姉ちゃん、ちょっと待て。俺は電子レンジマンだが、こいつは家電ヒーローではないぞ。電子レンジマンさん、それはどういうことなんですか。皆さん、我々家電ヒーローの見解としてはですね、このパトロール星人なる自称家電ヒーローは家電ヒーローではないのであります。なぜなら彼は人道に反してしまっている。そしてそもそも彼はパトロール星人だ。なんとかマンでもなんでもないし、所詮は悪の宇宙人ということなのです。お分かりいただけましたか、皆さん。ちょっと待て、私は地球を守りに来たんだぞ。お前らだって人道に反したことばっかりやってるじゃねえか。俺に地球を守らせろ。聞け、パトロール星人、お前は平和を思ってやったのかもしれんが、現に赤子が死んでしまった時点でもうお前は信用を取り返すことはできない。よってこのまま悪として死んだ方が身のためだ。そんなバカな。俺はパトロールするんだ、パトロールするんだ。ああ、電子レンジキック。うわあ。皆さん、地球は守られました。悪の宇宙人は今この場から消滅したのです。というわけで、これで平和を守られた。じゃあな。ということでですね、我らが電子レンジマンはやはり家電ヒーローなのであります。